そしてもう一つ、こちらはアメリカなんですけども、なんと間違ってただの航空券を出してしまいました。無料券です。アメリカのワシントンから中西部のミネアポリスまでが無料、長距離のハワイまでも10ドル、およそ1000円で行けるという、このアメリカユナイテッド航空が12日インターネットを通じた予約販売で一時的に多くの国内線の航空券を税別で無料または10ドルといった超格安で売り出すという珍事があったそうです。ユナイテッドはこの日ツイッターを使って、手違いが原因だったとして、予約の際に表示された価格で航空券を提供すると説明しました。競争相手の格安航空会社も顔負けの目玉価格、予約した顧客らからは宝くじに当たったようだと歓喜する声も出ていると、